りもおはたみとみちゃんです。ゲームの不正コピーを防止するための海賊版対策の画面を通称アンチパイラシースクリーンと言います。このアンチパイラシースクリーンはコピーガードやコピープロテクトとも呼ばれる本物の海賊版対策の画面もあるのですが、今回は創作された海賊版対策の画面を見ていきます。本日は早さん制作のアンチパイラシースクリーンを見ていきましょう。また動画内の英語等で書かれた文章は日本語に翻訳して読み上げているので、ある程度の世界観はつかみやすいかと思います。まずはマリオパーティー8のアンチパイラシースクリーンから見ていきましょう。まずはマリオパーティー8のアンチパイラシースクリーン、オープニングからゲームスタート。いやー、こちらのゲーム懐かしいですね。僕が小学校高学年ぐらいに出てたゲームで、もちろん遊んだこともあります。ただね、本編よりもゲームセンターのメダルゲームの不思議のコロコロキャッチャーの方が遊んでました。あれ好きで結構やってたんですけれども、ボーナスボール救うの難しいんだよな。でもね、マリオパーティーのこの世界観が楽しいし、救えた時の喜びがね、大きいからね、ついついやっちゃってましたね。スターカーニバルへようこそ。ミニゲームの色分けパニックで遊びましたか？全部色分けできるらしいけど無理ですよね。ちなみにこいつマリオパーティー DS のアンチパイラシースクリーンで出てくる DJ ハリーブーの元ネタになってます。今回はパーティーブースで遊んでいきましょう。パーティーブースは1人から4人でボードゲームをプレイできるモード。今回はバトルロイヤルで遊んでいきます。今回は人間1コンピューター3でプレイ。遊ぶターンを決めて、遊ぶステージを決めたらレッツパーティー。と思いきや違法コピーが検出されてしまいます。警告、ビデオゲームをコピーすることは重大な犯罪です。今すぐ電源を切り海賊版をキャンセルしてください。と怖い顔のルイージに警告をされてしまいます。そしてWii のデータを破壊しました。故障した場合任天堂にお問い合わせください。しかし電源を切らずに破壊された Wii をそのままにしていると、ということでマリオパーティー8のアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いては星のカービィ Wii のアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。続いては星のカービィ Wii のアンチパイラシースクリーン、オープニングムービーがスタート。カービィがワープスターに乗り移動しています。謎に吹っ飛ばされているバンダナワドルディ、そこにメタナイトも登場。ワープスターめっちゃ重みに耐えてますね。そしてタイトル画面、ファイルを選んで、今回は手裏剣道場で遊んでいきます。的の真ん中を狙って手裏剣を投げるミニゲーム。今回は難易度名人で挑戦。それではミニゲームスタート。1の的、集中して構えて、ドンピシャ、お見事。2の的、2の的を打ち抜くと、お見事が出た瞬間画面がフリーズ。ビデオゲームをコピーすることは重大な犯罪です。この星のカービィの違法コピー品を今すぐに破棄してください。あなたはカーを傷つけた。と警告をされてしまいますが、そのまま放置をしていると。まだ切っていないのか。カーは悪魔へと変貌した。悪魔を倒すには君が違法コピーによって手に入ったゲームを破壊してください。今すぐ。そして制裁の時間が。海賊は救われない。ビデオゲームをコピーすることは重大な犯罪です。今すぐ海賊版を破棄してください。カービィはあなたの家へ向かいました。ということで星のカービィ Wii のアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。続いては Wii スポーツリゾートのアンチパイラシースクリーンを見ていきたいと思います。続いては Wii スポーツリゾートのアンチパイラシースクリーン、 Wii モーションプラスで新感覚な操作を楽しめます。今回プレイするのはこちら、ボーリングをプレイ。今回は10倍のピンを倒していく100ピンゲームに挑戦。第1ゲームスタート。
1投目は98ピンを倒しました。続いて2投目、見事スペア獲得。第2ゲーム目、しっかり構えて投げました。またも98ピン。ここはしっかりとスペアを狙っていきたいところ。しっかり構えて投げました。残念ながら1ピン。第3ゲームでこの失敗を取り戻していきたいですね。しっかり狙って投げました。見事ストライク。その瞬間ゲームに異常が発生し画面がフリーズ。このゲームは違法コピーされたものです。ビデオゲームをコピーすることは重大な犯罪です。今すぐにコピーされたゲームを直ちに報告してくださいと警告画面が出現し、ゲームが終了してしまいます。ということで Wii スポーツリゾートのアンチパイラシースクリーンでしたが、いかがでしたでしょうか。最後は Wii パーティーのアンチパイラシースクリーンを見て本日は終わりたいと思います。最後は Wii パーティーのアンチパイラシースクリーン、自分のミーを使って遊ぶパーティーゲーム。今回はスゴロクモードに挑戦。コンピューターと対決していきます。難易度は強いでプレイ。それではゲームスタート。スゴロクへようこそ。皆さん優勝を目指して頑張ってください。1ターン目、順番決めゲーム。探してパズルピースをプレイしていきます。それではプレイスタート。図形にぴったり合うパズルピースを埋めていきます。顔つきのものを埋めるとプラス2ポイント。順調にパズルを埋めていきます。残り時間もあとわずか。見事1位を獲得。しかしサイコロの順位で2位になってしまった瞬間、画面がフリーズ。おい、どうして違法コピーをした？無料でしたかった？ふざけるな。お前は商品の価値観を知らないやつだな。ゲームは君たちを楽しませるために作られているのに、お前はゲームを面白くないようにしている。お前には罰を与えよう。そしてビデオゲームをコピーすることは重大な犯罪です。あなたの Wii は正常に動作しなくなりました。この画面が誤操作で出現した場合、 Wii の電源を切り任天堂に報告してください。ということで今回はこれにて終わりたいと思います。この動画が面白いと思ったら、ぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。おつたみ。